実験おひとりさまアニメスタジオイエーイ。はい、実験おひとりさまアニメスタジオ、今回も始まりました。ナビゲーターを務めさせていただきます声優の福原彩香です。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、誰でも手軽にアニメーションを作ることができる次世代アニメ制作ツールアニキャストメーカーを使い、私福原彩香が実際にアニメ制作に挑戦していく番組でございます。そして今日も一緒に進行をしてくださるのは、はい、皆さんこんにちは。アニキャストメーカーのプロデューサーを務めております ABEX テクノロジーズ株式会社の小牟礼と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、3回目の放送となるのですがですね、はい、改めてアニキャストメーカーについてご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、アニキャストメーカーはですね、 VR 空間の中にスタジオを作って、その中でキャラクターのモデルだったりだとか背景の画像だったりだとかといったものを配置してシーンを作って、そのキャラクターを実際に自分で演技をすることで動かしてアニメを誰でも簡単に作ることができるというツールでございます。はい。何度聞いてもものすごいテクノロジーですよね。ありがとうございます。すごいアクターモードの視線機能とかっていうのを使いこなしていただいたような前回だったんですけれども、はい、ちょっと前回いろいろ映像を作ってみて、なんかここもちょっとこれできたらいいのになとか思われたところってあったりしましたか？そうですね、動いてるとやっぱ最初のうちは慣れないからちょっと枠からはみ出ちゃったりとかするんですよ。だからなんかもうちょっと違う視点から違うカメラワークで撮りたかったなっていうふうに思いますね。そうですね、確かに今のアクターステージのままだとカメラっていうのが固定になっているということでですね、今回はそのカメラを動かすというカメラステージ、こちらの機能についてお話をしていきたいなと思います。はい、今日も楽しみですね。はい、なんかまた全然違う絵が見れそうな、そんな予感がしております。はい、では、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、再び福原オキュラスを装着いたしました。はい、はい、ということでもう3回目ぐらいになってくるとこう、はい、オキュラスつけていただいている姿が板についてきてる感じがしますけれども。本当ですか？はい。今回もですね、まず一旦最初にこのメインステージの方でまたキャラクターと 2D の背景とあと音楽っていうのを設定してみていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあここからをここに持ってきた、はい、使ってみていただけると、はい、はい、これを引っ張って適当なとこに置く。そうですね、その辺に置いといていただけると、はい、これで前回前々回とこう同じようなシーンが出来上がっているんですけれども、はい、ちょっとここでそのカメラの使い方ということで、この右側にあるモニターの方をちょっとご注目いただきたいんですが、はい、ちょっと遠くにあるので近くに寄せたいですね。はい、ありがとうございます。はい。で、そうするとこのモニターの上の方に5つまたボタンがございまして、はい、キャラクターになるモードは左から2つ目のアクターだったんですけれども、今度カメラを使うモードはそのもう1個右側のカメラというボタンですね。これですね。はい。こちらちょっと押してみていただいてもよろしいでしょうか。はい、なるとですね、先ほどメインモードのところで青い人がカメラを持ってたと思うんですけれども、青い人になってると。はい、前回このキャラクターになってたのに今、はい、カメラマンになってるんですか？その通りです。そして 3D モデルで目の前にジェーンちゃんがいる。はい、はー。でこの実際その目の前にあるカメラの両脇に青い取っ手がついてると思うんですけれども、はい、そこをこう両手でぐっと握り込んでいただくと、おー、黄色くなると握れているという証拠ですね。でこれで例えば上下左右に振ってみたりだとかいう風にすると、もうこういう風に360度自由にできます。下パンできます。下パンできる。はい。で上からも、はい、上からのアングルもできる。できます。ここまで広範囲取れるようになると、この背景全体にやったらもっといいのになって思いますね。はい、ですよね。ちょっとやっぱり画像なのでこうやって思いっきりカメラを動かすとちょっと見切れて後ろの白い部分が見えちゃうというところもありますので、今回ちょっとこういった見切れない背景というものを今回使っていただきたいなと思います。一旦ちょっと右側のまたモニターからメインモードに戻っていただいてもよろしいですか。右側のそこですね。でそうすると元に戻れるんですけれども、左側のパネルの、左側の真ん中にゴミ箱のマークがあると思うんですが、これを使うと選択した素材っていうのを削除することができます。今回ですと上から3つ目の桜並木ですね、これをちょっと1回消したいのでタッチしていただいて、それ選択されている状態になります。この状態で下の真ん中のボタン、ゴミ箱ボタンを押していただくと削除できます。また白背景に戻った。でもう一回ゴミ箱ボタンをクリックして閉じていただいて、また左上の今度はライブラリーマークですね、本棚のマークでさっき音楽になっているんですが、その背景真ん中のところですね、そこをタッチしていただくと、さっきこの桜並木右上にありますけれども、これちょっと左手のコントローラーのスティックを下に倒してみていただいていいですか。するとこうやって他にもいろいろ入っているのを見ることができるんですけれども、一回一番下に行っていただいて、ここにある 3D ファミレス、3D 教室といくつか 3D と頭についているものがあるんですけれども、これがですね画像じゃなくて 3D のモデルになってます。ので今回そうですね、試しに 3D の教室ちょっと見て、ちょっと見てみて、ごめんなさい、出てますっていうとですね、こういう形でちょっと今いまいち分かりづらいんですが、こういった形で 3D のシーンですね、教室全体の 3D モデルをこうやって呼び出すことができます。でちょっとそれをですねキャラクターの近くにちょっとまた設置して掴むことができるので、動かしてみていただいてもよろしいですか。すごい力持ちになったけどここら辺かな。もうちょっと上かもしれないですね。本当だ。それぐらいです。多分床がちょうどキャラクターの足にくるぐらいな感じなので、そうですね。っていう形で、こうするとこの 3D の中に教室っていうのが3D 背景として使える。実際この状態でキャラクターの中に入ってみると、いう感じでですね、 3D 背景を使うとですね、こういう感じで前後左右が 3D で見渡すことができるようになります。ちょっと左手の方のまた歩くボタンを押してみていただいてもいいですか。そうするとそうですね、姿勢が整えました。姿勢整った、ちょっとグッと上がってたけど、整ってこう後ろに黒板もあったりだとか、目の前にカメラがあって、教室にいる。でですね、こちら今キャラクターの中に入ってみていただいているんですが、また一回ちょっとそのモニターの左下でレックボタンを押してみていただいてもよろしいですか。そうするとその音楽が流れてまた15秒間演技を取ることができますので、またちょっと前回同様15秒間演技を取ってみていただけると、つついていただくとポチッ。ここはどこ？私は最前線で戦っていたはず。ここは確か学校という世界だったはず。どうしよう、まだこんな学校だし、どうなっちゃうの？ありがとうございます。ちなみに今どういう設定を想定されてましたか？学校という現代の学校という生活を、こういうものはあるよというふうに知っておきながら、でもその別の世界でこう。すごく前線に立って戦っていた少女がこの平和な時代に転生してきてしまったみたいな。異世界転生的な。なるほどなるほど。すごい想像力が素晴らしいですね。普通の教室ではありながらこういったストーリーをつけていけるというのも素晴らしいです。で、今ちょっと演技をしていただいたんですけれども、こういった形でやっぱりでも先ほど前回と同様でカメラのワークっていうのがついてないと。いうところでございますので、またそのモニターの上のボタン5つあるうちの真ん中のカメラモードのボタンちょっと押してみていただくとカメラマンになれますと。でちょっとカメラが目の前に若干遠くにあるので近づいていただいて、横になってなるほど。で先ほどと違って上下左右とかのパンをしてみても特に 3D なので見切れることがないと。後ろもそうですし、この状態でそのカメラの真ん中にレックボタンがまたついているの見えますでしょうか。見えます。ここを押していただくとまたさっきと同じ要領でこの録画が開始するんですけれども、はい、キャラクターは今目の前に見えてると思うんですけれども、はい、まあ先ほど福原さんにしていただいた演技の通りにキャラクター動きますので、はい、まあそれに合わせてその自由にカメラワークをつけていっていただければと思います。まあちょっと触って一回ちょっとレックボタンを押してみて、そのあこういう感じなんだって多分体験していただく方がいいかなと思いますので、はい、ちょっとタッチしてみていただいて。はい。いいよ。可愛いよ、じんちゃん。いいよいいよ。いいよと言いながらさっきの私だから結構珍妙な動きをしてる。はい、いう形でですね、自分で動いたキャラクターの演技を今度自分でカメラで撮影できると。はい、これもう一回そのレックボタンを押すと要は撮り直しができるので、はい、キャラクターの動きはそのままに、まあ、ちょっと別のカメラにしてみようかなみたいないうことも何度も作り直していけると。あとはその両の取っ手を掴んでいただいて、でその状態でそのスティックを前に倒していただいてもよろしいですか。こう、そうですね。それで倒して一瞬倒して元に戻していただくとキャラクターがそのズームアップができるので、その状態のまま、近づいてる、これでだんだん近づいていったりで止めていただいてっていうような感じでより画角の調整ですねもできたりするので、まあ引きで撮りたい時もあれば寄りで撮りたい時もあると思うので、まあこういった形で調整していただければと。これ教室ですけれども、まあ、例えば全然違うなんていうんだろうな、まあ、日本家屋だったりだとか、あとはファミレスみたいな背景も入ってたりはするので、またこういくつか、はい、試していただけたらなと思います。まあ、ということでじゃあ最後に1回このまた右側のモニターの方あると思うんですけれども、はい、右下の再生ボタンを押すと、まあ、今回福原さん作っていただいた映像が見ることができますので、まあ、最後ちょっとまたそれを見ていきたいなと思います。はい、ということで再生ボタンお願いします。はい、はい、まさにここはどこ状態になっている。ここはどこ状態になってる。はい、あ、ひっちゃかめっちゃか感出ますね。もうカメラの動きがちょっと見切れちゃってますね。いや、すごいですね。はい。ああ。いう感じで映像を作っていくことができるというのがこのカメラステージという機能でございます。俯瞰で見てた時よりも、はい、やっぱりこの人物の心情がわかりますよね。はい。やっぱり実際キャラクターの目線に立てるというか、うん、いうような形になっているので、非常に感情移入もしやすいし演技もつきやすくなるのかなと思っております。はい、はい、ということで、はい、今回はそのカメラステージの使い方とあと 3D 背景ということで、こうカメラを持ってこう 3D 背景の中をいろいろ撮っていただいたんですけれども、はい、今回感想いかがでしょうか。ものすごい没入感ですよ。あの教室のセットの中、自分はカメラマンとして美少女を撮っている感覚、すごい。そして美少女にもなれるし、全能感すごいですね。そうですね、もうまさに神の視点で全てをこう思い通りにできると。自分がその世界の中に入って動けて、それを撮れて、すごい。これ例えば自分の好きな画像とかを背景にできたりはできない、はい、例えば自分の部屋を写真撮って、はい、それ背景にみたいな、はい、それはですねできます。はい、どうせできないだろうな、さすがにそれはって思ったんですよ。はい、でも一応聞いてみようと思って、はい、ワンチャンと思って聞いたら、はい、そんなさらっとできますね。今回ちょっと例えば自分の今ここで写真を撮ってそれをOculusのデバイスの中に入れると、アニキャストの中で読み込んで、例えば自分の部屋の写真を背景にしてそこにキャラクターがいるみたいなシーンを撮ったりっていうことができるようになります。自分にとっての思い出の場所を背景にするとかでも、なんかこうすごく胸にくるものができそうな気もしますね。そうですね。はい、お知らせの方を小牟礼さんお願いします。はい、では改めまして、アニキャストメーカーのクエスト版が現在Oculusストアにて発売中でございます。こちらはですね、初心者の方向けのエントリーモデルとなっておりまして、先ほど福原さんにもやっていただいた通り、15秒までの CM 的な感じですね、映像を作ることができるということで、ちょっといきなりガチの24分アニメを作れるというところではないんですけれども、どちらかというとその、今までこうアイデアはあるけどそれをなかなか形にするのが難しかった、でも何かクリエイティブなことをしたいという方向けにこう今回お手に取っていただければなと思っておりますので、ご興味のございます方はぜひこうご購入ご検討いただければと思います。よろしくお願いします。からですね、こちらのクエスト版の方、今後もアップデートの方をすでに予定しております。機能の追加はもちろんなんですけれども、他にもお使いいただけるアセット、3D モデルだったりだとか画像だったりだとかいったもののラインナップも今後増やしていければなと思っておりますので、こちらもこうご期待いただければと思います。その追加のコンテンツなんですけれども、現在、3つのタイトルとコラボしたアセットというものが発売中でございます。はい、1つ目が、ゲーム「ライザのアトリエ常闇の女王と秘密の隠れ家」はい、2つ目の方が、テレビアニメの「グリッドマン」はい、で、最後3つ目が「バーチャルアイドルの東雲めぐさん」と、はい、こちらの、3タイトルとコラボしたキャラクターモデルや背景がオキュラスストアの方で現在発売中でございます。はい、こちらライザのアトリエの方は、キャラクターのモデルを使ってユーザーさんが、例えばライザになりきってファンアニメを作れると。で、グリッドマンと東雲めぐさん、こちらの方は、キャラクターのモデルはちょっと入ってないんですけれども、背景だったりだとか、小道具だったりだとかいうその作品世界を彷彿とさせるようなものがアイテムがいろいろと入っておりますので、いろいろ楽しんでいただければなと思っております。いやー、このコラボいろいろ操作をして、あれもできるなこれもできるなって知っていけばいくほど、もしかしてああいうこともできるんじゃない、こういうこともできるっていう風に想像が膨らみますね。そうですね、まさにそういういろいろなこう思いついたことだったりだとかいうのをこうパッと形にできるというところをこうお楽しみいただきたいツールでございますので、いろいろと使い方を楽しんでいただければなと思います。こちらのアセットですね、ミニキャストメーカーのアプリ内のストアのアイコン、こちらからオキュラスストアの販売ページの方にアクセスできますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。はい、ということでこの番組はですね、毎週金曜日にアニキャストメーカー公式 YouTube チャンネルで配信中です。次回配信は1週間後です。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いいたします。次回もぜひぜひご覧くださいね。バイバイ。